幼い頃から自分は特殊だと思ったことはなかった。友達と遊んでいて高いところから落下しても怪我をしないし、怪我をしてもすぐに治ってしまう。それでも普通の人間と何の違いもないと思っていた。今思えば、みんなは気づいていたのかもしれない。いつか別れが来ることを。
彼女は説明をした。私が神だなどという荒唐無稽な話を。ただそれほど驚く者はいなかった。皆私が尋常な人間ではないと知っていたのだ。知っていて受け入れてくれていたんだ。人の心が残ってしまっているのだ。あがいてもどうにもならぬ。心のどこかでもう一人の私がささやくのだ。もう少し父との時間を持ちたいのです。病気なのです。いきなり去るわけには。分かっています、分かっていますが、あとせめて一日。なあ、一つ聞いていいか。今の私と深海にいた時の私、どっちが幸せそうだ。ありがとう。Thank you.
一日に何度も夜泣きをして。おはよう、父上は寝室か。突然夜に熱を出して。はあ、おはよう。父上は今朝はちゃんと食べたの？治ったと思ったらまた熱が上がり。父上はもう着替えているかな？何度も何度もおしめを変えて育てて。オーディンよ、一度でいいから人間の子供を育ててみるんだな。人なんて簡単には殺せなくなるよ。父上、父上、父上！いつか終わりが来るなんて分かっていたことだ。ただこんな晴れた朝の日にそれが訪れるとは思わなかった。その日、私は神に戻った。グルベイグ？あれは何？炎の山だ。あの先に巨人族の国ヨトゥンヘイムがある。あそこへ行けば僕は強くなれるの？ああ、なれるとも。とても強くね。Thank you.
お前は今からすべての記憶を失う。父親を殺されたことも、レナスのことも、自分が誰かさえ。18歳のある日、お前は再び全てを思い出す。父親のこと、レナスのこと、恨み、憎しみ、全てを思い出すそのきっかけを。その